ウクライナが攻撃で使用の長距離ドローン、ロシアを初めて上回る。米フォーブス。ウクライナが使用した長距離ドローンの数が先月、侵攻以来初めてロシアを上回ったとアメリカの経済誌フォーブスが伝えました。フォーブスは1日、アナリストやロシア国防省の発表をもとに、ウクライナとロシアの双方が先月攻撃に使用した長距離ドローンの数を報じました。ウクライナが520機以上だったのに対し、ロシアは426機で、ウクライナがロシアを上回ったのは初めてだとしています。また、ロシアは長距離ミサイルの備蓄をほとんど使い果たし、ドローンが主力となっているものの、ウクライナ側が 90% 撃墜していると主張していることから、脅威が増しているとは見えないと指摘。ウクライナが多種多様なドローンを開発してきたとも伝えています。フォーブスはこの集計結果について、意味のあるものではないかもしれないが、ドローン戦略におけるターニングポイントとなるかもしれないとしています。精密工業が存在しないロシアは、イランからシャヘド136といった無人攻撃機を購入していますが、イラン自身もハイテク工作は不自由なので、誘導装置は単純なものしか作れません。ウクライナのギークたちは、マルチコプターの誘導装置から始まり、今では飛距離 1000km 超の無人攻撃機の自立飛行装置を作って、しかも日々改良していますから、トマホークのような兵器並みの精度で目標を破壊できる日もすぐでしょう。ロシア軍のドローンの大群丸ごと壊滅？ウクライナが全機撃墜と発表。映像も公開。ドローンが霧もみ状態で墜落する映像も。ウクライナ国防省は2024年7月31日、ロシア軍のドローンによる過去最大規模の攻撃を撃退したと発表。映像も公開しました。同国防省によると、イラン製の自爆ドローン、シャヘド89機、KH-59 空対地ミサイル1発を撃墜。ドローンに関しては 100% 破壊したとのこと。今回の攻撃は2022年2月にロシアがウクライナへの全面侵攻を開始して以来最大規模だったとしています。公開された映像では被弾したシャヘドが制御を失い霧もみ状態で墜落していることが確認できます。ウクライナ空軍司令官は今回の迎撃で無人機撃墜の最多記録を更新したと表明。これまでの最多記録は2024年1月1日、90機中87機撃墜だったようです。ゲパルトなんて前世紀の対空自走車両、もう戦術的にフィットする場所がない無用の長物になっていると思ったら、新たな活用方法が出たのね。ただ、あの手の対空車両って今から新規に作るとなると莫大な費用がかかるので、対ドローン用に新たに配備することはないだろうな。軽車両に対空レーダー連動式の 12.7 ミリ機銃を乗せるだけで十分対応できると思うから、その手の車両開発が今後は進むのかな。ロシア無人機24機を撃墜。ウクライナ空軍。ウクライナ空軍は3日、ロシア軍が2日夜から3日朝にかけて無人機29機とミサイル4発でウクライナを攻撃したと発表した。無人機29機のうち24機は南部のヘルソン州やオデッサ州、北東部スムイ州などで撃墜したと主張した。ゼレンスキー大統領は2日の声明で、東部ドネツク州ポクロウシクで最も激しい戦闘が続いていると述べた。シルスキー軍総司令官の報告を受けたという。一方でロシア国防省は3日、前夜から南部、西部などでウクライナ軍の無人機75機を破壊したと発表した。
ロシア、戦術核演習の第3段階を開始、映像も公開、欧米牽制。ロシア国防省は戦術核兵器の使用を想定した演習の第3段階を開始したと発表しました。ロシア国防省は7月31日、戦術核兵器の演習の第3段階を始めたとして、その映像を公開しました。映像には核弾頭を搭載可能な弾道ミサイル、イスカンデルを発射位置まで移動させる様子などが映されています。演習には、ウクライナ侵攻の拠点となっている南部軍管区などが参加したということです。戦術核の演習は、プーチン大統領の指示に基づき、5月に第1段階を実施、6月にはロシアの戦術核が配備されたベラルーシも参加して、第2段階が実施されました。ロシアとしては、核戦力部隊が戦闘準備体制にあると誇示することで、ウクライナ侵攻で対立を深める欧米を牽制する狙いがあるとみられます。ケネディ大統領の時、ソ連がキューバに核を持ち込み、米国を威嚇した。それが元で、米国とソ連が核の使用をやめるように協議された。そのように核で威嚇すれば、政治状況が動くとロシアは思っている節がある。現代は当時と違い、ロシアとウクライナは陸続きだ。海で隔てられた環境ではない。ウクライナに核を落とせば、ロシアにも被害が生じるだろう。核は簡単には使用できない。ソ連と米国の当時の状況が当てはまるものでもない。核使用はロシア国家の消滅だ。歴史に残る人類の愚かしさを残すこととなるだろう。米国製の F-16 戦闘機、ウクライナに初めて到着。米メディア。ロシアとの戦闘が続くウクライナが供与を求めてきたアメリカ製の F-16 戦闘機が初めてウクライナに到着したとアメリカメディアが報じました。アメリカのブルームバーグ通信は7月31日、関係者の話として NATO 北大西洋条約機構の加盟国から供与された初めてのアメリカ製の F-16 戦闘機がウクライナに到着したと伝えました。F-16 戦闘機は、ウクライナが航空戦力の強化のため供与を求めてきたもので、当初は慎重だったアメリカのバイデン大統領も、去年5月に供与を認める方針に転換し、パイロットの訓練などが始まっていました。今回供与された機体数や運用開始の時期は明らかになっていませんが、運用が始まれば、ウクライナの防空能力の向上につながりそうです。空中爆発の北朝鮮軍事衛星、エンジンはロシア供与。韓国メディア。北朝鮮が今年5月に打ち上げた軍事偵察衛星をめぐり、韓国メディアは、使われていたエンジンがロシアから丸ごと供与されたものだったとの見方を伝えました。北朝鮮は今年5月に偵察衛星を乗せたロケットを打ち上げたものの、ロケットが飛行中に空中爆発し、打ち上げに失敗しました。このロケットをめぐっては新型のエンジンが使われたことが明らかになっていて、北朝鮮が急速に関係を深めるロシアから技術支援があったとの見方が広まっていました。こうした中、韓国の中央日報は政府関係者の話として、北朝鮮が開発を行う兆候がないまま新型エンジンが使われていて、技術支援ではなくロシアからエンジンを丸ごと受け取ったとみられるとの見方を伝えました。北朝鮮は、今年中に衛星を3機打ち上げる方針を示していますが、次にいつ打ち上げを強行するかは明らかになっていません。ウクライナからの避難は悪夢。第二の故郷で始まった挑戦。ロシアの侵攻から2年半になる中、避難生活を強いられているウクライナ人らが、都内で大規模なイベントを開きました。
今の思いを取材しました。先月開かれたウクライナフェスティバル。企画した一人はウクライナ人のイリーナ・ヤボルスカさん、53歳です。ロシアの軍事侵攻が始まってすぐに母親と共に娘夫婦がいる滋賀県に避難してきました。日本に来るまでの道のりは壮絶なものでした。ウクライナから避難、イリーナさん。人に踏みつぶされそうでした。恐ろしかった、悪夢です。駅は避難を急ぐ人であふれ、平穏な暮らしは一変しました。現在は民間のアパートを契約して暮らしています。イリーナさん。ハルキウも好きですが、今は彦根が2番目の故郷になりました。来日からわずか3ヶ月後には、キッチンカーでクレープに似たウクライナの家庭料理、ムレンツィの販売を始めました。そして、去年5月には念願のウクライナ料理店をオープン。開店資金の一部は、クラウドファンディングで募りました。大きな原動力になっているのは、ウクライナに今も残る夫、ローマンさんの存在です。イリーナさんはいずれ一緒にレストランを運営したいと考えています。日本では今もなお2000人を超える人々が避難生活を余儀なくされています。そんな現状をより多くの人に知ってもらい支援につなげようと、イリーナさんたちが新たに企画したのがウクライナフェスティバルでした。イリーナさん、フェスティバルが開催できることをとても嬉しく思います。ずっと待っていました。会場には炎天下の中およそ5万人が訪れました。イベントの売り上げはすべてウクライナの支援に充てるということです。来場者、一刻も早く静かな生活ができるように復興のお手伝いだったら私たちにもいろいろできると思うので。イリーナさん、今の一番の夢は戦争が終わることです。ウクライナの国民が再び平和で幸せな生活を送れるよう願っています。初めてのイベントで大成功を収めたイリーナさん。挑戦の日々は続きます。